東西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 よよ本日は格もにぎにぎしくお集まりいただきました。みな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 様方、熱く熱く御礼申し上げ、たてまつりまつる。ザ・蜃気楼珍道一座は、ここ美濃加茂バンドフェスティバルに福を届けにやってまいりました。ありがとうございます。ザ・蜃気楼珍道一座のドドンガドンのジャパニーズシャッフルビートをご堪能あれ。あれ、パイ俺たっちゃ陽気な流れ物、ギターをポロンとつまびけば、かわいいあの子もいちごろさ、気がつきゃどろ消えちまう。俺たちはその名も蜃気楼。皆さんよろしくね。ザ・蜃気楼珍道一座、月を連れて歩こう。Ah!
かしいなかな懐かしいね私たちはこんなちょっと派手な鳴りをしてですね、チンドンチンドンドドンがどんどん縁起のいい音楽をやっておる集団でございます。まあドドンがどんと言いますと、もう昔から、ね多くの人たちを踊らせてきたダンスビートでございます。強力なダンスビート、それを我々は受け継ぎまして、そのドドンがドン含まれるその服みたいなものもね継承して、皆さんと服を共有したいという、もうただそれだけが使命の楽団でございます。よろしくお願いします。お願いします。結成は2018年、4年ぐらいですかね。実は我々のメンバーのほとんどが介護福祉の仕事をしておりますので、活動場所もそういう施設に伺ったりね、勉強会の余興をやらせてもらったり、最近だと町のイベント、町内会の夏祭りとかね、あと来月はあれですよ、ショッピングモールの音楽祭とかエントリーすることになってます。だんだんこう活動の場所が広がってるなっていう感じなんですけども、まあ実は今日ここに来るということで、もう昨日から僕は眠れませんでしたよ、心配で。なぜならこんな大きなところで我々やったことないじゃないですか、大西さん。ないですね。はい、いつも 2,30 人の前でね、ねのんびりやらせてもらってる感じ。こんな何百席もあるようなところでさ、もう昨日眠れなくて、羊が1匹、羊が2匹なんですよ。言ってるうちに人はいらんこと考えますね。あれ、地下鉄電車ってどこから入れてんのかなーなんて考えちゃったらね、大西さん一晩中眠れなくなっちゃう。これね、皆さん春日サンキューテルヨで検索してもらうと謎が、今の謎が解けると思います。関西動画検索をお願いいたしますそんなことはどうでもいいんですよ、はい、ね。うちのその看板歌手がね、この冒頭にミノカモバンドフェスタのことをバンドフェスティバルなんて言ってる。そんなこともどうでもいい今回、ね、うわぁベタやな、うえ、そんなことどうでもいいんですよ。我々の一番の今の心配はコロナでしょ。そうです ね、はい、もうコロナ早く終わってくれなんて言ってる間に世の中ざわざわし始めてね、物価は上がるし、何ですか物価上がるの、あれ戦争でしょ、ウクライナの戦争、もうね戦争なんて人類の恥だ、本当によく言った、言った、もう本当に早く戦争をやめてくれって、もうね心配事がたくさんありますね、大西さん。そうですね、もう心配で心配でしょうがないんですよ。しけた面して生きてたら、服の髪だって逃げるだろう。ついてないさと嘆くやつは、明日の風が吹く、心配する。
皆さん心配すんなよ大丈夫タイム、さっきのおさらいです。